はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということで本日はですね、もう僕の第二のふるさとと言っても過言ではない、こちら栃木県に来ております。本日はですね、栃木県佐野市に来ておりまして、佐野といえば有名なご当地ラーメンですね。で、佐野ラーメンというものがもう本当に全国区でね有名となっておりますけれども、それ以外にもですね、実はこの佐野市名物がたくさんあるんですよ。佐野ラーメン以外にもですね、この芋フライというお芋を揚げたねフライ、そういったものも佐野の名物となっておりますが、それ以外にもですね、佐野市内には佐野ラーメン以外にも教会があるね、割とまだまだマイナーなご当地食材あります。それがこちら、ちょっとメニュー表見えますかね。黒唐揚げということで、下味にねソースを使ったなかなかね他の県ではないような珍しいご当地唐揚げがあるんですけれども、このね唐揚げを販売しているお店さんが市内でも居酒屋さんとかね、そういったお店が多くて、ラーメン店で提供しているところってないんですよ、この協会の中ではね。なので、そのラーメン協会とで黒唐揚げ協会と両方入っている公認店で唯一ね一緒に食べられるお店が本日訪れているこちら、ラーメン多七さんというお店さんでして、ぜひね、皆様にもこの佐野市で新たな名物となる黒唐揚げを僕のね動画を通して知っていただいて、ぜひ食べに来ていただきたいなと思って、今日はですねこの多七さんに訪れております。ですので本日は名物メニューをざっと大食いしながら栃木佐野市を楽しんでいきたいと思います。ということで本日もですね、こちら佐野ご当地名物、2大ご当地名物ですね、すべて到着しました。いやこれはね圧巻の映像ですよ。ちょっともうこれは出来たと早速ですねいただきたいと思います。あんだけ言ったのでね、ちょっと黒唐揚げから行きたかったんですけれども、やっぱりラーメン頼んでますので、まずはね伸びる前に出来たてですよ。あーうまい、うまいね。このあっさり醤油でもコクがあるっていう、あーこれ青ネギ合うな。うん、そしたらこの佐野ラーメンといえばのね、自家製の麺ですよ。めちゃくちゃうまそうなんですけど、うまいね。いやうまいな、このねもちもちなんですけどコシがある感じたまらん。でこれね、揚げたての黒唐揚げですよ。これ分かりますかね、ソースを使った味付けなのでこのね黒くなってるんですよ。これがさ香りたまんない。いただきます。うまっうまっ。ちゃんとこの肉汁の味がメインで、ソースは下支えって感じか。これちょっとお酒でも米でもいいな。うまごめんなさい、ちょっとうまくてがっついてました。
出来立ての餃子食べないと。先ほどね、この朝来た時に厨房でね、手仕込みしてましたから、このあんとか絶対うまいでしょう。あ、うまっ、うまっ、うん、うん、この具材見えますかね。お肉と野菜がね、ぎっしり入ってまして、ニンニク臭がたまんねえな。これはやっぱり僕がいつもやってるね、ラーメン餃子やないとダメだな。うまっ。美味しいラーメンとだからこそできる焼き水餃子ね。これ皆さんもやってください。超うまい。ということでですね、ただいまこちら名物のラーメン完食させていただきました。まだですね、他のおかずであったりとかご飯残っているので、追加でね、ちょっとラーメンを注文したいなと思うんですけど、一個ね、気になるのがありまして、背脂を泡状にしたラーメン見たことなくないですか。これ気になるんで追加しちゃいましょう。ただね、すげえ熱くなってきたわ。やっぱ出来たて食うのって幸せだな。そしたらこの辺りで一回ですね、ちょっとさっぱりと休憩ということで、店外のね、自販機で飲み物買って持ち込み OK なんで、ちょっと失礼させていただきます。あー、うめえ、さっぱりする。でもやっぱ佐野ラーメンのお店さんって餃子うまいよな。製麺にね、すごくこだわってる分、小麦が美味しいというか、意外にこの餃子って隠れた名脇役だよね。うん、間違いなく佐野ラーメン店だったら注文すべき。あとこれだけか。もう改めて見るとこれめちゃくちゃでかいよね。まあ普通のお部屋のコップのサイズがこれぐらいなんで、通常のね、唐揚げ店さんよりも全然でかいと思うんですよ。でもこのサイズが4個入って450円だからね、やっぱ全体的にめちゃくちゃ安いわ。あ、ありがとうございます。じゃあこれ下げてもよろしいですか。はい、来たわ、来た来た、うまそう。とりあえずね、今回追加で注文しましたのが、このね、タッシーさんでもよく売れてるとメニューにも書いてあったもつ焼きと、佐野市の名物の一つ、こちらが芋フライを2本と、で、こちらの黒塩ラーメンでございますね。ちょっとこれも出来たて食べてみるか。背脂、確かに泡立ってるけど、うわ、うまっ。背脂でコクはあるけど重さは全然ないな。またこの手打ちの麺に合うだろうな。あ、うん、うまいわ。豚骨の泡系だとか煮干しの泡系とかはあるけど、背脂の泡系ってちょっと初めてかも。ちょっともつ焼きもいくか。うまそう。あー、これは絶対酒なんだろうな。
うんまこれはうまいわ。これはもうダメだ。注文させていただきました。こちらノンアルですね。うまい。ラーメン食って唐揚げ食べて餃子食べてやっともつ煮でよくねここまで我慢したよ。ということで、ただいまですね、ここら辺の食べ物、食材は全て完食させていただきました。残りはこちら、芋フライでございます。この芋フライは、おやつであり、デザートなので、締めとしてね、最後にいただきます。え？やばね。懐かしい味。うまっ。ということで、本日はですね、こちらラーメンたしてさんで美味しいメニューいろいろと食べてきました。この黒唐揚げずっと食べたかったんですよ。正直ですね、僕もここ1年以内ぐらいに知り合いの方からね、実はこの佐野市に黒唐揚げなる新しいね、ご当地メニューがあるんですよとお話を伺ってからずっと食べたかったんで、念願かなってと言いますか。で、しかもそれだけではなくてね、佐野といえばの佐野ラーメンですね、これと合わせていただくもう最高の一言です。佐野ラーメン協会、そして黒唐揚げ協会と両方のですね、協会に認定されたお店、両方ね一緒に食べれるお店はこの市内県内問わず、もちろん県外でもですね、日本全国でここだけしかございませんので、気になる方はですね、ぜひこのたしちさんで美味しい先ほどのネギをたっぷり使った佐野ラーメンとですね、この黒唐揚げセットで食べてみてください。めちゃくちゃうまかったです。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を始めておりますので、そちらは合わせて概要欄からチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。お腹いっぱいです。じゃあね。